とあるバス停に着くと、そこにはラブレターを渡す自分がいました。老婦人が乗ったバスが巡る場所、それは彼女の人生。時に楽しく、時に険しい道のり、そして不思議なバスがたどり着いた先とは。人生100年時代を迎える全ての家族に送る物語、走馬灯バス。 PGF 生命。